はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもはねこんな感じのコックコートを着てですね、仙台市太白区富沢の、地図キッチンというお店でですねピザを伸ばしたりしています。はい、で今回からですね新しく YouTube 動画をですね、iPhone 11 Pro で今まさにね撮影している iPhone 11 Pro で、撮影するようになりまして、そのですね撮影機材どんな感じなのかっていうのをですね今回ですね動画の方にアップしていきたいと思います。それではスタート。はい、今回からですね、ようやく、機材が揃いましたので、iPhone 11 Pro で、動画の方の撮影をしています。まあ、どんな感じで撮影してるかっていうのはもう画像で見てもらった方が分かりやすいので、こんな感じで、今撮影していますよというのを、はい、画像の方ですねこんな感じになっております。はい、ですね、中央に、まず iPhone 11 Pro ですね、こちらの方が、来てまして、2つ、ね、三脚の方あるんですけれども、この三脚どちらもですね、100円均一の、100均のですね、キャンドゥさんで売っていたものを使っています。こうなんていうかね、こう挟み具合がですね、こうあまり強すぎず弱すぎずちょうどいいっていうのがあって、こちらの方の、スタンドの方ですね使っています。で、iPhone 11 Pro ですね、手ブレ補正、あるということで、まあちょっとねちょっとしたね、まあ今揺れてますかね、はい、ちょっと揺れてますけど、テーブルの上にねそのまま三脚乗せてはいるんですけれども、まあ多分ね、ちょっと撮ってみて見ないと分かんないですけども、揺れにもね ある程度対応してくれるので、これで全然問題ないんじゃないかなというふうに思って撮っています。であとね、iPhone 11 Pro から、伸びる白いケーブルですね、そのまま直接つながっているケーブルですけれども、このケーブルの方はですねライトニングですね、ライトニングからマイクとイヤホンの方に、マイクとイヤホンがつながるような、35ミリの端子の方に変換するコネクタですね。でそのコネクタから、分割する形で、これもね確か、本だけじゃないブックオフさんの方でですね、確か1本100円とかで購入した、マイクとね、イヤホンを分岐するケーブルですね、それを経てですね、でそれで今まさにここについているコンデンサーマイクの方に、音が来るように、設定して、こちらの方で音の方を取っています。音の調子はかなりいいんじゃないでしょうか。iPhone 11 Pro のね、マイクもかなりいいっちゃいいんですけども、ただやっぱりコンデンサーマイク、このマイクの方にはやっぱりかなわないなというところもありまして、なんとかこのコンデンサーマイク使い続けたい、今100円で買ってきたものなんでね、使い続けたいなというふうに思って、こちらの方を、使えるように、線の方を結線しています。なんかね Bluetooth とかにできたらもっといいのかなと思ったんですけども、なんか Bluetooth でねマイクこちらの方つなぐっていうのがちょっとうまいこといかなかったので、今のところこう結線してる状態で、これだと充電ができない状態なので、まあ、充電の方をワイヤレスにするのか、それともまあ別の方法を使ってですね、充電しながら録画できるようにするのかっていうのはちょっと検討してみないとだなというふうに思ってますけども、まあ、今のところこんな感じで、はい、接続しているような状態です。で、画像の方にもあります、奥の方にありますミラーですね、もう一つの三脚の方のにつけているミラー、これもミラーも100均で買ってきたものですけれども、このミラーがあることによってですね、今どんな感じで映っているかなというのをですね、確認しながら、今カウントちゃんとアップしてるかなとかね、そういったものピン合ってるかなとかっていうものをチェックするために、そのミラーの方を設置しています。まあ、本当だったらね
もっとスマートにしたいところなんですけれども、ライトニングからね、MacBook につないで MacBook の方で画面の方を確認しながらっていう方法もあるんですけれども、それやってしまうと先ほど言っていた音声マイクが接続できないという状況になってしまうので、今のところこんな感じのちょっと、三脚2台っていう風な状況になっています。とは言ってもね、三脚2台で、200円、220円ですかね今ね。で、ミラーを1つ買ったんで、このミラーが100円でしたから330円、330円でね解決できるというのであれば、とりあえずこれでいいかなというふうに思っている次第でした。はい、こんな感じでね、よく、かなりね近いところまでピンが来てくれるので、私の α7 ですけれども、かなりねピンを追ってくれるスピードね、今までよりかは、他の一眼レフで撮ってたあの動画よりかはね、非常にねいい感じでねピンがねこう合ってくれる、今顔に来てますかね、という感じで、ピンがね早いっていうのも iPhone 11 Pro のね動画のね特徴かなと思いますので、今後ね、iPhone 11 Pro で、動画の方ですね撮影していきたいと思いますので、ぜひね、iPhone 11 Pro で、撮影した動画ですね、こんな感じの撮影風景で撮影した動画ですね、もし気になるということであればぜひですね、チャンネル登録ボタンですね、グッドボタン、チャンネル登録ボタンですね押していただきますと非常に嬉しいです。ということで、今回の動画はですねちょっと短いんですけれども、こちらの方で、終了となります。また別の動画でお会いしましょう。それでは。